我々の心の働きっていうのはこういう川の流れのようなものでね、うん、あの一瞬たりともとどまることがないわけです。とどまってもあのやがては流れていく、うん、あのそういうものですけれども、神経症のとらわれっていうのはもうそこに停滞してそこから流れない、うん、例えばそれが対人恐怖のような不安とか緊張とか、あるいは体がこわばるとか目の置きどころに困るとかっていうようなものがあると非常に対人接触に不利だから、それを治さなきゃならないっていうふうな治療の方に意識が傾いていく。例えば手を使うと手が汚れる、手が汚れると気持ちが悪いから洗わないではいられない、洗わないようにしようとしても汚いっていう感じが取れないからどうしても洗いたくなる。主観的には手が汚れてるような、客観的には自分の中にはもうそれだけあの手を使えば汚れるけども一応洗ったんだから自分は綺麗だとしてもちっともおかしくないけれども、実際はそうは思えない。でも人は簡単に手を洗っただけで済ませる、それはあくまで理屈なんですね。ところが恐れっていうのは感情なんですね。でその感情を理屈で解きほぐそうとしたってこれは馴染まない。怖いものは怖い、嫌なものは嫌、その感情ですから。こだわっていることについてそんなこともこだわるな、気にするな、そういうことは忘れちゃって普通の気持ちでやりなさい、それが一般の人の常識であると思うんです。森田療法ではそういうことは初めから否定するわけです。気になるものは一生懸命気にしなさいっていうわけで、自信がないのは当たり前だから自信のないままに自分がやりたいことは関わってやるように。どうぞ。外来の森田療法は治療者の一つのアドバイスに基づいてそれを自分が自分の生活の中で実行に移していく、そして実行した実績を次の機会に持ってきて治療者に批判してもらう、評価をもらう、それをまた自分の生活の場に戻すっていうことですから、悩むこと、苦しいこと、気にかかること、こういうのはさっきも言ったように生きること、よりよく生きようとすることから起こってくる抵抗なんで、物として取り除くわけにいかない。つまりあの人間が生きることに関わる悩みですから、だからその悩みをどういうふうにほぐしていくか、それを異質のものとして見るか、異質でない同質のものとして受け止めるかっていうことによって大きな違いがあると思うんですね。森田療法っていうのは戦後森田療法って言われるようになりましたけども、それまでは森田はいろんな説明の段階においてね、鍛錬だ、自然だ、不問だ、いろんな言い方で呼んでますけれども、やっぱそれをね横にこう切って共通項を出せば、やっぱり自然であるってこと、自然でなければならない、我々の心身の活動っていうのは自然に動いているものであって、人為では人の力ではどうにもならない。
自然に服従するっていうのは天然自然の自然っていうんじゃなくて、自分の心身の機能働きに任せる、体の自然な成り行きに委ねる、でその自分の境遇を境遇として正しく生きていく、そういう生活に切り替えなさい、そういうことじゃないんでしょうか。一言で言えば森田療法っていうのはね。こういうものを作ることの意図するものが何かっていうと、やっぱり本当の理解につながるような、なんか一つのきっかけになればいいということであってね、これでことが終わるわけじゃないんですね。こっから出発するんだと思うんですね。ああそうか、そうしなきゃ本当の意味で治るっていうことが得られないんだっていうことを知ってほしいんですね。